そうですね、猫パンチとは、そうですね、僕の人生そのものですかね。僕の人生っていうのは猫パンチ TV から始まって、それこそ多くの人間と関わってきましたし、僕自身も猫パンチ TV が大好きです。だから猫パンチ TV は僕の人生そのものを表している。そうですね、入社したきっかけはコンビニで求人募集の広告を見たのがきっかけでした。猫パンチ TV の社員が不足しているということだったので、僕はなんとなく本当に出来心で面接をしたんです。あ、まだどうぞ。失礼します。まだ。ご出身とお名前を教えてください。静岡出身、猫パンチです。お願いします。あ、まだ。どうぞ。では、まずご趣味を。趣味は妖怪ウォッチの体操を踊ることです。妖怪体操とは何ですか？妖怪体操第一です。そちらは？あ、これ、お母さんが食べちゃったんですけど、一応これ渡しとけば合格するかなって思って、チョップスターです。チョップスターとは？チョップスターです。チョップスターとは何ですか？チップだ、チップスターです。ナビスコです。じゃあ、ナビスコ、お納めください。あ、まあ、もらっておきましょう。このことはくれぐれも内密に。はい。あなたが最も尊敬する人は誰ですか？ジバニャンです。ジバニャンです。ジバニャンとは誰ですか？あなたにとって何ですか？ジバニャンとは妖怪です。トラックに引か妖怪です。自宅からはどうやって来たんですか？自宅からは、今日は自家用ジェットヘリで来ました。何をしながら？妖怪体操第一です。第二はあるのですか？ありません。やってみてください。それは何ですか？第二です。あるのですか？なりません。前のをやったんですか？なぜあなたは嘘をついたんですか？ごめんなさい。では最後に何か自己アピールをしてください。以上です。それは何ですか？妖怪体操第一です。第二です。それ第一の一部ですよね。第二です。わかりました。ご退室ください。僕は合格なんですか？マルゲリータ味というとこがポイントでしたかね。あ、まだ。お疲れ様でした。どうぞ。失礼しました。あ、閉めなきゃ。面接は正直ダメダメでしたけど、面接の時にチップスターのマルゲリータ味を渡したんです。そして面接官は大のマルゲリータ好きだったようで、それが講じてか脳にか入社することができました。そうですね、まずは登録者数、これは4桁に乗りたいですね。果てしなく大きい夢かもしれないですけど、いつかは4桁に乗りたい。そしてなるべく多くの人に笑ってもらいたい、そういった願いですね。